しょう。よし、降伏を認める。直ちにガンダムは投降せよ。少年、この少年がガンダムのパイロットなのか。降伏はする、しかしガンダムは渡せん。繰り返す、降伏はする、しかしガンダムは渡せん。任務了解。されて失った左腕が、やっと出てきたな、殺生丸。親父殿の形見じゃない、お前自身の刀、博才が。これが私の刀、博才が。また合体するつもりか。なんと、再生できないどころか、無傷の肉片までもが砕け散ってゆく。切った後も効果が続いているんだ。しかも触れた部分にも効果が移っていく。あの刀で切られた妖怪を吸収したら、奈落も断氷を受けるということ。我としたことが飛んだ余興に付き合わされた。だが所詮は借り物の肉体、痛くも痒くも。邪魔を見ろ、首だけの無礼者。殺生丸様を散々バカにしおって。マガツキ本体の霊は。ヒムロ、やはりそれだろうな。五の線が取れない相手なら、己の最速の剣で線の線を取るのが最良策だ。どういうこと？要するに奴の出方が読めない以上、抜刀斎から先に仕掛けるしかねえってことだ。抜刀術ですか。それじゃあ僕も。勝負はおそらく抜刀術の打ち合い。互角だが、愛の感情がないため人を殺めることを何とも思わない宗次郎の剣と、人を殺めることを二度としないと心に決めた抜刀斎の剣。同じ点検でも技のキレに明確な差が出る。殺さずの信念を捨てない限り、抜刀斎は宗次郎に
勝てない。You don't have to throttle them. Range 50. No, 53. This clapping transmutation doesn't feel natural. Incoming attack, Colonel. Dead ahead. Nicely done. I'll say. This could turn out to be... Tears of Scarlet.